はい、どうもゆたです。もうすでに鼻が汚れてるんですけど、今日はちょっとね、エンドレスのブレーキやっぱあのシールがダメになっちゃって、ちょっとオーバーホールしていこうと思います。ちょっと初めてです。で、ブレーキね、まずキャリパー取って、ちょっと初めてやるんで、ちょっとシールの付け方とかね、ピストンの出し入れとかちょっとあるんですけど、ちょっと初めて挑戦していこうと思います。はい。で、今回使うフルードがこちら IDI さん BF338。 これ結構僕好きで使ってます。最近はエンドレスとかモティーズ使ってたんですけど、ちょっとこれにまたしようかなという。で、ドライフッテン、ウェットフッテンあると思うんですけど、これの意味皆さん知ってる方いますかね。ドライっていうのが新品時の、温度、フッテン温度かなです。で、ウェットっていうのはフルードって水に溶ける性質というか吸湿性が高いんで、まあ多分 2,3 年するとこのウェットフッテンっていう242度まで水分を含むと、下がってしまいます。それだけちょっと性能が下がるので、まあ、サーキット走行をよくされる方なんかはもう毎年のように変えてもいいんじゃないかなとは思ってます。一般に使う方は多分もう普通に全然問題ないと思うんですけど、あとはまあメンテナンスを兼ねてね、まあやっぱり変えた方がいいと思いますんで、はい、こちらに変えます。はい、じゃあ早速ちょっと取っていくんですが、レーシングキャリパーなんで、まずマウント自体がラジアルマウントになってますんで、普通はこういう向きでキャリパーに刺さってると思うんですけど、こういう向きで刺さってます。これがまあスポーティーな証ですよね。まあ、バイクなんかもよくラジアルマウントとか言いますけど、そういうのと一緒です。後ろのブレーキホースも緩めておきます。ポタポタポタジェ、あ、すごいポタジェ。見えるかな、後ろの接続部分です。よいしょ。よいしょ、取れた。よし。置いたらまずパッド外そうか。
で両方一気に左右一緒にやると分かんなくなっちゃいそうなんで、僕は右からやります。まずよし取れた。でこれでちょっとじゃあよく見てもらいたいんだけど、手が汚ね。こんな感じでもうこれダストオイルシールがこんな感じなんすよ。こんな感じでね、もう出てしまってダメになってしまってるんですよね。ここももうなんか錆びてるね。これはまあ取れるだろうけど、ブツブツになってはいないんで。でこれがね多分ねブレーキの効き、あのしょっちゅう僕ブレーキ効かないっていう話をしてると思うんですけど、多分これだと思うんですよねっていう結論になればいいんですけど、これ多分ピストン、うわすげえ硬えな。結構ねピストンってスラスラ動くと思うんですけど、すごい硬そうなんで多分これなんじゃないかなと思うんですよね。側面の側壁を見るとちょっとオイルにじみっぽいのもやっぱりあるんで、こういうのやっぱりこれはシールかなと思いますね。はい、昨シーズン変えてやっぱ1年しか持たないんだね。1年も持たないねこれ。まあ正直レーシングキャリパーでサーキット使用することしか考えてないんで、街乗り領域のやっぱ温度域だとかそういう環境にさらされるとやっぱシールも、レースやったりする時の、膨張率で考えてるんで、やっぱその街乗りで使うとちょっと痛むんじゃないかなとかそういうのもあるとは思うんですけど、ちょっとねやっぱりまあサーキットユーザーさん毎年オーバーホールする人いると思うんで、まあ、オーバーするホール前提の人はいいとは思うんですけど、あのメンテナンスしたくないっていう人はなんだダストシール付きのレーシングじゃなくて普通のキャリパー買った方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれで取れるか試してみます。ダメだったらエアで吹っ飛ばしていきたいと思います。いや、硬えな。全然出てこねえや。ちょっとエアーである程度吹き飛ばさないとダメだな、これ。よいしょ。これあれだな。空気入れてもきつそうだな。先っちょが漏れちゃうな、これ空気。なんかゴムねえかな。先っちょがないときついな、これ。今ピストン全部取り終わりまして、こんな感じでもうオイルシールがねこうこれこんな感じで
なっちゃってるんですよ。こんな感じなんですよね。ちょっとシールを取っていきます。柔らかさはあるんだけど、ダメになっちゃってんだよね。感じでこう荒くボロボロになっちゃってます。こういう感じで逆さになってますね。なんか内側はまだなんか状態いい気がするね。でもまあなってるはなってるけど、内側の方がダクトが直接キャリパーに当たるように引いてあるんで、それでちょっと冷えて内側の方がまだマシなのかなみたいな。あとまあピストンちょっと綺麗に、まあパーツクリーナーでいいと思います。はい、そしたらね、お掃除終わってエアーも拭いてちょっと水気も飛ばして一応ね問題ないかなと思いますんで、でピストンも磨いてない、お掃除して、でまあピストンに傷とかもないんで問題ないとは思うんですけど、よく見るとこういうちょっとゴムがあった跡みたいなのあるんですけど、多分そんなに引っかかったりしないレベルだと思うんですけど、はい。であとこちらのシールね、全部異形ピストンなんで3種類あります、大きさ別で。
はい。で、シールにグリスを塗り込んでいきます。つけすぎたかな。これでちょっと入れていきますね。はい、入りました。中ぐらいの方も よし。で、一応薄くだけどシリンダー壁にも塗っておきます。次はピストン。ピストンも一応ね、場所を変えないで同じとこにあったやつをまた同じとこに戻します。
完成です。さあ、あとは戻していくだけ。踏みます。左側も結構もうちりげになっちゃってますね。あ、右側か。はい、ね、エア抜きちょっとやってるんですけど、ちょっといつもと違うエアなんで、ちょっと威力が足んなくて吸えなくて、久々に足でやってるんですけど、でクラッチフルードだけはちょっと不発で2人いないとできないんで、ブレーキは1人でできるんですけど、クラッチフルードだけ2人いないとちょっとできないので、不圧でどうしてもちょっと弱いんですけど、地道に吸ってやってます。ブレーキの方は1人で加圧でやってます。今ね、終わりまして、エア抜きも終わったので、漏れがないか確認して、今4輪浮いてるんで、まあ、エンジンかけてギア入れて動かしてブレーキ踏んで、まあ、一応問題なかったの でミッションもやっぱね、エア抜きするとね、ちょっとなんかミッション、シフトしやすいなっていうフィーリングはちょっとありました。はい、という感じでね、ちょっと初めてのオーバーホール、ちょっとピストン抜くのがすごい大変で、ちょっと動画撮れてない瞬間もあったと思うんですけど、はい、こんな感じで、ちょっとねブレーキ効くようになればいいんですけど、これでちょっとこれで様子見たいと思います。